皆さんこんにちは、日本語教師のしゅんです。今日は、まあ、久しぶりに日本に帰って高校の時の友達に会いました。さっき、もっと他の友達もいたんですけど、今はさっき、まあ、たくさんワインを飲んで、今は他の居酒屋に来ました。はい、まあ高校の時の、そうね、友達ですね。高校2年生の時の、そう、友達です。まあ僕は横チンと呼んでます。ニックネームです。あとタッサンね、はい、ニックネーム、はい。で今日はまあそう、久しぶりに、まあ、会って、まあ私もずっとニュージーランドに住んでいたので、今日はちょっとね海外の話をしたいと思います。あの、実はこの2人は海外に行ったことがあって、少しだけ住んでいたことがあるので、まあ、今日はちょっとねその話を聞きたいと思います。はい。え、どこにいてた、横ちゃん、横ちん。僕はカナダバンクーバーに2週間のホームステイしました。バンクーバー。たくさん、ここね、アイルランドのダブリンに3週間。なるほどね。そう、どうしよう。力を聞こう。はい、俺がいる。バンクーバーどうだった？バンクーバーはホストファミリーの家に泊まったんだけど、うん、ホストファミリーの家が結構裕福なお金持ちな家で、すごい。だからすごい大きな家にの一部屋を借りて住まわせてもらいました。うん、あ、なるほど。じゃあ家は、部屋はあって、そう、豪邸ね。大きい。どんな豪邸？もう本当日本の。のパッと見て、あ、大きい家だなっていうぐらい、すごいお金持ちの家だなっていう家に住まわせてもらって、もう地面が全部大理石になって。大理石そうですね。そうそう、すごいね。ちょっとすごい。じゃあカナダの中でも、バンクーバーの中でも、ね、すごい裕福なお金、あの家庭の方で、すごい、で受け入れてもらってっていうのかな。中学校の代表で行ってるから。あ、中学校の時、そう、中学校の代表、はいはい、あったかも。なんか交換留学で、あ、そうそうそう、カナダ人が日本に来てで、横チンが代表で、はいはい、交換留学っていうんだけど、それですごい、あのホームステイするんですね、バンクーバーの。へえ、それはどうだった？もうびっくりした最初。まあ期間は2週間ぐらいで、うん、で、家に入ったんだけど、うん、まあその家に泊めてもらって、うん、もう全部もちろん英語、うん、で英語、やっぱ中学生だからあまり話せないから、そう、ね、あの辞書を使っていろいろ話したりとか、電子辞書も紙もちょっと使ったりとかして、であの自分の話したいことをちゃんと伝えるためにも、いろいろ苦労した覚えはありますね。すごいね。なるほど。でも最初行って14歳、中2だったかな。中2か、うん、いや全然喋れん、全然喋れない、ね、もちろん、すごい、ね、カルチャーショックは、カルチャーショック、まあ、文化として一番違うなと思ったのが、やっぱ昼ご飯、ランチタイムの話で、ね、日本だとやっぱ給食って言ってね、ご飯が出てきて、それをみんなで分けて食べるっていうか、あ、そうか、同じ食べ物なんですか。そう、みんな同じ食べ物なんですけど、海外、あの、まあ、カナダのシアカムセカンダリースクールっていうところに行ったんだけど、そこだとやっぱみんなお弁当で、うん、そこで買うこともできるんだけど、うんうん、他のお弁当をホストファミリーのお母さんが作ってもらってて、珍しいな。なるほどね。で、あの、なんていうかな、紙袋にあのサンドイッチと、うん、あ、果物、なるほど、あと、うん、日本じゃ飲まないけどセブンアップ、あの炭酸、なんかあの炭酸で飲み物、そうそう、サイダーみたいなね、スプライトみたいな、あ、そう、スプライトみたいな、そうそう、それを入れてもらって、で果物があまり好きじゃなくて、うん、あの剥いて食べるのがちょっと面倒くさくて、うん、いつも持って帰ってたら、あなたは果物を食べないからダメですって言って怒られた。っていうのは結構ランチタイムのちょっと印象が大きかった。でも日本とさ、あの弁当の、うん、もう中が違うじゃん。あ、そうだ、ね、サンドイッチで、ね、こっちはなんかご飯におかずがあって、唐揚げとか、そうだね、野菜とかとね、結構スライドしてるよね、キャラ弁とかもあって。そう、日本はね、すごいけど、え、サンドイッチだけで飽きんかった？じゃあそれはあのお腹減ってたから食べたけど、うん、なんかポテトとかを頼んでる友達がいて、その中学食っていうのかな、なるほどね、日本じゃないけど、中学食、うん、それちょっとなんか食べさせてもらったりとか、
なるほど。あの日本から来たからどうぞみたいに言ってくれて、ありがとうって言ってシェアして食べたりとか、そういうのが結構思い出には残ってる感じです。すごいね。そうだね。あの2週間いて、うん、日本に帰りたいってなった、日本恋しくなった。全然全然全然もう景色とかもすごい綺麗だし、まあいろいろいいところに連れてってもらったからだと思うんだけど、まあでも日本には帰りたいと思わなかったね。まあね、2週間だからすごい楽しかった。あ、本当、うん、そっか。しばらくそのホストファミリーの友達とも、あの E メールで連絡取ったりとか、メッセンジャーとか。メッセンジャー、じゃあ結構最近まで。あ、そう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 、連絡取ったりとかして、最近も一応 Facebook では友達になってて、はい、そうなんだ。そうそうそう、たまにメッセージ送ったりとか、英語で頑張って送ってみたり。すごいね。スクワしてますよ。そうなんだ。そうです。すごい、うん。バンクーバーのどこら辺？なんていうのか、わかる。そのシアターもセカンダリースクールの近くだから、ちょっと住所はちょっとわかんないけど。ダウンタウン。あのダウンタウンってどういうこと？あのなんか街の中、なんかバンクーバー。あ、いや全然街高くない。あ、郊外。そうですね。住宅街。歩いて 2,30 分で確かあの学校に行ってた。なるほどね。うん、そんな感じだった。すごい。うん、面白いね。面白い。そろそろこっちに行ってもらって。そう。タツさんは？大学のダブリンに大学4回生の時に3週間行ってて、それもホストファミリーと同じで、あの3人の子供がいるファミリーだったんだけど、うん、そこも結構大きなうちで、部屋がね、家が2階建てで、うん、7部屋ぐらいあったの。でかいね。そう、でかいね。で、そのうちの1つの部屋を借りて3週間に行ったんだけど、大きい。結構大きかった。え、子供はな、どんな子供？あ、5歳、3歳、2歳とか。ちっちゃいね。めっちゃちっちゃくかわいい。めっちゃかわいいやん。すげえ感じだった。ただ言ってくること結構英語が難しい。なんか発音とか結構違うじゃん、言い方とかも。もちろん。だから最初分かんなくて何言ってるの、うん、でちょっとずつコミュニケーションしたら、やっと最後の方にコミュニケーション取れなくてぐらい。で、タツさんはいつダブルにいた？22歳の時。え、22歳？そう。卒業してから。そう、大学高校卒業して大学4回生の時に3週間春休みに行って。え、あ、もう自分で探して？そう。あ、留学のエージェントがあって、留学ジャーナルっていう。ああ、聞いたことある。そう、あれで応募して3週間行って、で初めての一人の海外だったから、一人で関空からオランダ行って、オランダからダブリン行って、でダブリンからホストファミリーまで送ってもらってって感じ。もうじゃあ超ドキドキだった。ドキドキなんだ。めっちゃ怖かったよ。なんか何が？トランジットも初めてだし。そっか。そう、でその国内での移動も初めてだったから、本当にこの人はちゃんと自分の目的地まで連れてくれるのかなっていう心配もあったし。あ、なるほどね。そうそう。え、じゃあ行ってからはどう？行ってからは最初の週がすごい楽しかった、だけどなんか1週間目の週末から体調が悪くなっちゃって。そう、ストレスかな。ストレスっぽいよ、分からん。ストレスで喉が痛くなって、ご飯食べれなくなっちゃって。ちょっと1週間学校休んだのね。本当に3週間しかないのよ。1週間も学校休んだ。そう。マジか。へえ。でその間ホストファミリーが病院に2個連れてってたんだけど、あ、なんかインフルエンザかもしれないからってことで、夜間の診療病院にホストマザーが車走らせてって言ったりとかでしたんだけど、最終的に治ったのはホストファミリーのかかりつけのお医者さんに連れてってもらって、で向こうの病院って日本と違ってなんか予約制に行くのかな。予約いるんだ。そう。で、この日の何時に来てくださいって言われて。あ、まあ確かにそうだ。他の国もそうだった。やっぱそうなんだ。で、そう、それでなんか問診がすごい長かったの。あなたの病気はどんなんなんですか、こうなんですか。で、僕はその時分かんなかったから、iPhone とかで調べてたので、あ、そうね、こういう症状です。で、病院で問診終わりました。じゃあ聴診器。なんかあるね、聴診器ね。で、聴診器をしていったら、ここにインフェクションがあるって言われて。本当お腹に？そう、ここにいるって言って、この薬飲んでくださいって言って渡されて、でそれ飲んだら治ったの。それ飲んだら治った。そう。へえ。聴診器だけで分かるってすごくないと思って。確かにね。ほんで治って、最後の1週間まで学校に行けましたっていう薬。へえ、すごっ。そう、俺はびっくりした。じゃあ、ほとんど病気の思い出。そう、アイルランド。そう。カルチャーショックは？カルチャーショックは2個あって、まず病気の時にホストファーザーから言われたのは、アイランドってウイスキーが有名なんですよ。じゃあ、アイリッシュウイスキーって。あれに
蜂蜜とお湯溶かしてこれ飲むときは治るって言って病気の時にお酒飲まれて病気そうなるほど万能薬的なねあ、はいはい、全然治らんむしろ死んでくるびっくりした そ, うそれはそうでしょそうそれはマジでびっくりしたとしかも熱お湯でしょそう回るよと思ってめっちゃ回っただよねあそれはしんどいなと思ってすごい面白いもう一個はもう一個はホストマダとホストマダすごい仲良くて子供を寝かしつけるの、うん、その後にあれソファに座って、うん、暗い薄暗い中で2人あの映画を見てたんだけど、うん、こう肩を組むようなこと見てたなるほど日本人の僕からしたらそんな 見たことはなくて経験としてはあ親がそう夫婦の、うん、そういうなんか恋人みたいな関係っていうのは見たことがあるから、うん、なるほどあ、はいはい、こういう家族もあるんだっていうのはそれがカルチャーショックそうあ、まあ、確かに確かに俺の親もそうではないかそ, うそれはそうだそうだ確かに旦那さんは日中仕事をして奥さんは夜から外に自分の時間に行くわけで、ね、テニスをしてでその間旦那さんは子供を寝かしつけたり家事をしたりしててで奥さんが帰ってきたら夫婦の時間をとってちゃんと2人で話し合ってそれがあってお酒飲んだりとかしてなるほどねあこれ素敵だなと思って僕はすごく感謝しようそこで感心したそう感心したあこれってなんか、はい、こういう家族いいなと思ってなるほど、うん、確かに日本だけにいたらねそれがないから分からんかもしれない、ね、そ, ううんそれは今俺が聞いて逆に本当に、うん、逆に確かにって思った、うんうん、いいカルチャーショックですよそうだね、うん、ちょっと日本の恋しかったあ病気の時で結構日本帰りたくなるなっただから留学のエージェントさんとお母さんと彼女にやっぱり電話して、うん、なんか慰めてもらったりとかは、ね、すごい思うことそうか、そう日本の何が一番恋しかったあ食事かなやっぱり食事それは俺もそう、うん、恋しくなんなかったまあ2週間だから全然逆にもうハンバーガーとか最高みたいな最高だったねピザとか、まあ、若いっていうかね、まあ、中学生ですね確かにね脂っこい食事とか全然大丈夫なんですよ、ね、何が美味しかったバンクーバー美味しかったのか意外にその日本料理店の寿司屋、うん、はい寿司屋に行ったんだけど、うん、なんかわさびって中学生の時あんま食べれなくて、うん、でもなんかそのバンクーバーの寿司屋に行ったお寿司のわさびがすごい食べやすくて、逆に寿司をすごい食べてた。でもカナダバンクーバーは、うん、あれだよ多分日本食は日本の外で一番美味しいと思う、うん、バンクーバー。そうなんだ。中学校学生の時は分からんけど、うん、最近はもうすごいよ。もう日本人めっちゃいるから、あ、そうなんだ。そう、めっちゃうまい日本食もあるし、ラーメン屋とかも日本と同じだし。あ、そうなんだ。だからバンクーバーは良かったかもしれないじゃあね。いい。グルメとしてそう、日本人が移住するときに、もう結構移住しやすいと思う。なるほど。バンクーバー。なるほどね。それはいいよ。ね、そう。なるほど。はい。そう、今日はね。今私もっと編集しなきゃいけなくなるので今日はここまでにします。でも、はい、まあ面白かったですね。そう、まあホームステイは私もしましたカナダで、うん、でも初めて海外に行くときはなんかやっぱカルチャーショックがすごいですね。特に日本とね、そう日本はちょっとユニークな文化があるので多分海外に行った時はそのカルチャーショックが大きいと思います。はい、まあ、だからちょっと今日は話が聞けてよかったです。面白かったですね。はい、じゃあ今日はこれで終わります。はい、また次の動画で会いましょう。またね。バイバイ。 Thank you for watching. If you like this video, please hit the subscribe button and leave the comment belowAnd don't forget the like button if you like this video. I will see you guys in the next video. またね。バイバーイ。